集会とは、中世日本の寺院において、僧侶たちが寺院内部の意思決定のため行う合議、自治機関を指す。寺院集会、僧侶集会とも、仏教の経典にも、組織の構成員による合議によって、大事を決めることが書かれており、日本でも仏教と共に伝来した。ただし、古代においては、総二霊や総合など国家が定めた寺院、僧侶統制の仕組みがあり、 実際に集会が合議機関として機能するのは平安時代後期以後である。この時代には国家による寺院、僧侶統制が境外化する一方で寺院が権門としての地位を獲得した時代でもあった。集会には所属する寺院そのものあるいは僧侶の各集団の構造によって形態に違いが生じている。例えばその寺院の全構成員を集める万次集会に対して 寺院を構成する個別の因果や身分階層ごとに構成される集会などが存在した。だが、その構造に際はあっても多分のり多分の表情と呼ばれる無記名の多数決原理が必要とされ、総が以来の一味和合の精神を重要視した。そして、集会参加の有資格者が集会に出席することは、法営の出席と並ぶ僧侶としての義務として考えられており、 正当な理由のない欠席は処罰の対象とされた。集会の決議は参会者を拘束するとともに、寺院法の方言として人山、時においては、当該寺院を本所とする省縁をも規制するもので、その有効性を高めるために基礎文の作成や、一味人随などの儀式が合わせて行われることもあった。寺院が重大な決定を行う際には集会決議を伴うのが通例であり、 豪素などの直接行動を起こす際にも事前に集会決議が出されている。荘園制の崩壊や統一政権の樹立によって寺院の自治機能が解体され、集会も近世期には寺院内の表議機関の一つに過ぎなくなるが、こうした寺院における集会途中世近世における合議制による意思決定機能を有した州と呼ばれる組織や、 創尊や都市などに見られる自治など、全近代の日本における自治制度の成立と結びつける考え方もある。この場合、多分すなわち大多数の賛同が必要とされ、今日の民主制において、一般的な単純過半数よりも厳格な要件、有していた。ありがとうございます。